しーちゃんがですね、あれなんですよ、父親エゴキンマンを結構盛大に飼っていてそれこそ父親エゴキンマンが大きくなって二十日ネズミの刑にずっとかけられてたんですよねそうなんよ。それはさ、気づいてなかったよな。あまりにも同一化してて、長い間もう子供の時からずっとその人と一緒におるから、自分でそれを買ってたっていうのに気づいた。昨日の夜気づいたよ。しーちゃんのお父さんはやっぱ世間から評価されなさいとか、あとなんだっけ、だから自分が病気で、出生がダメになったから、とにかく世の中に評価されたり成功してほしいとか、そういうのが 大好きやったというか、自分の、夢とか期待を私に託したい、だからもっとできるっていうか、もっと優秀になれみたいな感じだったな。だからもっと頑張れか、そんな感じ。もっといける、もっとできるみたいな。これどっちかって言ったら否定的な言葉じゃないんですよ、この言葉って。まあだからちょっと分かりにくいところがあって、だから否定的な言葉じゃないがゆえに、ソースともなんていうの、まだ近しい距離にあるからパワーも出ちゃうんですよね。それでラムダ化が始まるんですよ。で、社会的な成功とか世の中から評価されることが、大事だから、もっと頑張れ、もっとできるだろうっていう父親が言っていた言葉をしーちゃん鵜呑みにした。鵜呑みにしなかったらよかったのに、鵜呑みにしたがゆえにエゴキンマンがしめしめっていうので、二十日ネズミの刑をもう日々かけてたわけですよ。だからそれに気づかずしーちゃんはもうははは言いながら走ってたっていうその結論でしたね。で、結局、その、はぁはぁはぁ言いながらさ、ハツカネズミみたいに走ってることに対してイラついてるわけよ。だってやりたくないんだもん、本当はそんなこと。で、でも、もう、自然にそれがなんかルーティーンで習慣化して、なんか自分の中でこう、リズムになっちゃってるから、気づいてないんだけど、でも深いところではイライラしてるわけよね。そう、だから、近くにいる旦那っていう父親に似かしい存在の人に対してめちゃくちゃイラつくんよ、しーちゃんは。そうなんよ。本当になよう喧嘩しとったんよ。おかしいなと思って、そのおかしいな、なんでそこまで、いやでも父親の投影やろうなみたいなまでは心理学やってるからわかるんだけど、でもこんだけさ、いろんなことが許してきて、やりたいことをもうやりきれてて、でもなんでやろうみたいな話から始まったら、父ちゃんがおったんよ、私の頭の中に今父ちゃんがエゴキンマン父ちゃんだったんですよ。さん、心理学でも深く解明できなかったエゴキンマンの存在。そうなんですよ。そう、だから今の、なんかこう結構現代で言われてる心理学は、やっぱり物理的な父親との関係性をやっぱ解消することで、目の前のその現象が終わるとか、そういう系が結構多分多いんですけど、これ物理的に解決するとかそういう問題じゃないんですよね。だって意見を選んで選択して入れたの自分だから、自分の頭の中にいるエゴキンマンの存在に気づいていかないと、はっきり言ったら、でもそこが解消されてしまえば父親との関係が物理的にどうであれあんまり関係ないっていうか、そうなんです。私の思う親の声で実際の親の声ではないんですよ。そうなんですよね。そうなの。だから昨日ハッピーに言われるまで、自分の中でそれがエゴキンマンの声っていうことも認識してなかったし、私の中ではもう本当にお父さんのことを完全に許可っていうしか許してたから、許しがあったから、だから物理的なお父さんに対しては許しがもう出てたわけじゃん。で出てても死んでるしな。でかだから物理的には解消された、感謝しかないわ、だからまさか自分の中のこの何かが、そのエゴキンマンだってことも気づかんかったし、だから物理的な逆パターンだよね。しーちゃんの場合は物理的な父親に対するあの感情っていうのはもう解消されてるにもかかわらず、自分の中のエゴキンマンの存在が父親のその聞いた言葉でまだ存在し続けてたから、それが要は今のあの旦那、横にいる旦那に投影されちゃってたんですよね。そうです、頭の中で作り上げた
亡霊ですね、父親の声。だからもうその問題がさ、旦那にだけ出てたわけじゃなくてさ、うんうん、ほら体調悪くなって休めという感じになって、うんうんうん、で休もうとしてても、うん、結局休めないよね、頭の中が忙しいからさ、うんうんうん、でちょっと体力出てきたら知らん間にまたザーって走っとるよ、うん、でなんでやろうと思ったら、あ、まあ、それは20日ネズミの系ですよ。20日ネズミっぽいもんな、しーちゃんな、ちっちゃくてなんか車輪コロコロやってそうや。つながってる話やけど、うん、あのそのこれはすごいあのハッピーとこの前話してて、うん、めちゃくちゃ大きい気づきだったんだけど、その私はさ、例えばさ、そのイライラする自分を嫌ってる自分は嫌いっていうとこまで、あ、じゃあ好きになるっていう、受け入れるっていうとこまではやれるから、うんうんうん、例えば私は自分のイライラするとこを嫌ってる自分は受け入れられたてたんよ。だけどハッピーと話してて、イライラする自分が嫌いでいいっていうことに気がついて、うん、それを分かった途端ものすごい肩の荷が下りたんよ。なんか自己肯定を上げないといけないから、自分を好きにならなきゃいけない症候群に入っとって、でもそれがやっぱり それがまず気がついて、あ、聞こえにくいです、うん、あのそれにまず気がついて、自分の嫌なところを嫌ってる自分を嫌えることはできてたんだけど、自分を嫌っていてもいいっていうことにハッピーとの話で気づかさせてもらって、それを受け入れた途端すげえってなって、ものすごい気が楽になったよな。でそれ普通にみんなそうやってると思ったよ。ソースの視点ってそうだから。でもそのしーちゃんと喋ってたら、なんか多分みんなそうじゃないと思うっていう話になって、その嫌いですよ、私もいろんなとこ、自分の中のね。でも自分の中に嫌いな部分がたくさんあるからこそ、世界にも嫌いな人って存在するのって当たり前だなって思えるし、まあそんなもんでしょみたいな、あので、でもそれも含めてなんていうか、愛おしいっていうあの感情っていうか、その気持ち、嫌いですよ。なんかできれば変えたいなんていっぱいあるけど、嫌いでいいんですよね。で、そう、でハッピーに、ハッピーあんた自分のことあの好きやろって言ったら、いや私まだまだいっぱい嫌いあるよって言って、うん、嫌いなままでええやんって言われて、なるほどってなってさ、さんさんさんいいこと言ってくれる。そんな感じです。私もそんな感じ、自分のことピーマン嫌いと同じレベルでフラットに感じていればいいのか。そうなんですよ。なんかピーマンが嫌いだから別にピーマンがダメとか、なんかめんどくさいことにはならないじゃないですか。え、私の自分のここの部分めっちゃ嫌いとか、いろいろあるんだけど、え、別にそれでって感じ。そこに責めるっていう自己否定が入ったりすると、苦しくなるような。嫌い、なんかカラッと嫌いは何にもないよね。の自分のことを、の一部とか、え、まあ、全体とかわかんないけど、嫌っちゃダメって思ってる人って、多分他人に対しても嫌うことができてない人だと思いますよ。他人を嫌うことを異様に避けるっていうか、結構しーちゃん今までそれあったもんね。他人のこと嫌う。そう、なんか、うん、そうそうそう。嫌う自分が嫌やったっていうか、うん、なんか、っていうか、あんまり嫌いな人がおらんかったな。うん。でもなんかそこを許し始めたらめっちゃ嫌いな人がいっぱい出てきた。あ、そうそう、それでこの前ハッピーに、いや急に今まで嫌いな人あんまおらんかったのに、うん、急になんかすごい嫌いって思うのが、ちょっと今まで好きな人と、いや今も好きやで、好きやけど、こういうことをしてあの人のことがちょっと嫌いになってしまいそうで嫌やってハッピーに言ったら、そんなん構えへんやんって言って、その人のその部分だけが嫌いやから、全部じゃないよ、全部じゃないからいいやんって言われて、あ、そうやなみたいな、うん。